自粛が続く中、コロナうつという言葉も生まれ、精神疾患のリスクも高まってきている。今回は自宅にこもり精神を病んだ少年が引き起こした日本犯罪史に残る犯罪を取り上げたい。俺の名前はネオコウイチ、佐賀県に住む17歳。2000年5月3日、俺はバスに乗り込んだ。とある計画を実行するために。俺は中学1年の頃成績優秀だった。地元で有名な進学校に進むつもりだった。しかし人間関係が苦手で誰とも馴染めず、学校はストレスだった。次第に学力が低下し、不本意ながらワンランク下の高校に入学。こんなバカ学校にいられない。しかしこの高校にいる意味を見出せず、入学わずか9日で自主退学した。それから俺は家に引きこもるようになった。俺の人生はこんなはずじゃなかった。いつしか暴言を吐き、暴れるのが日常になっていた。エスカレートする俺の暴れっぷりを見かねた母親が警察や医療所に相談。なんで家族のふりに来なきゃいけないんだ。静かにしろ。俺は強制的に精神科に入院させられた。この病院で俺は人生を変えるあるニュースに出会った。すげー、俺もこの人みたいになりたい。それは豊川市主婦殺人事件を起こした17歳の少年だ。彼に共感し強い憧れを抱いた。同い年で全国を震撼させた少年。そのうち憧れるだけではなく、俺にもできるんじゃないか、そう思うようになった。その2日後俺はついに行動に移すことになる。この日俺は外泊許可をもらった。その足で近くのホームセンターへ。これがあればできる。気がついたら刃渡り40センチの刃物を購入していた。もはや衝動を抑えきれなくなった。俺は人生を台無しにされた母校で復讐したかったが、ゴールデンウィークで休校だった。もう誰でもいい、バスジャックだ。そう決心した。理由なんてない。そして俺は佐賀駅から天神行きのバスに乗り込んだ。このバスは高速バス天神行きです。バッグの中には牛刀を忍ばせ、運転手のすぐ後ろに座った。ゴールデンウィーク中とあり、車内は20人ほどの乗客でにぎわっていた。くそ、楽しそうにしやがって。そして出発から40分が経過した頃、俺は牛刀をつかみ忽然と席を立った。目の前の運転手に牛刀を突きつけ、おい、死にたくなかったら言うことを聞け。運転手の顔色が一気に青くなるのが分かった。そりゃそうさ、こんな刃渡りの包丁めったにねえからな。お前らバカくんじゃねえ、動いたら殺す。それまで賑やかだった車内は一瞬にして静まり返った。俺はこのバスを乗ったる。お前たちの行き先は天神じゃなく地獄だ。乗客の大半が女だってことはラッキーだった。車内は恐怖に怯え凍りついた。俺は乗客の携帯電話や上着を没収し、女は前の方、男は一番後ろに座らせた。言うことを聞かないと殺す。カーテンを閉めろ。外部に犯行がバレないようにカーテンを閉めさせた。しかしこの時一人の女が事態に気づかず、車内の真ん中付近で爆睡している。もしもし、あんたふてくされてるの。俺は一人の乗客に自分のペースを乱されたことにブチギレた。俺は急騰で思いっきり女の首を切りつけた。まあ致命傷にはならなかったが、女の首にかなり深い傷を負わせてやった。異様な緊張感の中、バスは走行を続け、1時間ほど経った時、あの乗客をトイレに行かせてあげてほしいです。いいだろう、ただし一人ずつだ。もし逃げたら一人殺す。俺は乗客を落とした上でバスを路肩に停車させた。俺は最初に40歳くらいの女を降車させ戻ってくるのを待ったが、あいつ裏切りやがった。なんと女はトイレに行かず、そのまま逃走したのだ。俺は激高した。バスを発進させ、俺は約束を守る。連帯責任だ。見せしめで今から一人殺す。この時前方の50歳くらいの女と一瞬目があった。俺はその女に決定した。逃げたやつが悪い。恨むならあの女を恨め。容赦なく牛刀を振り下ろした。女は血まみれで通路に倒れ込んだ。この時先ほど逃げた女が公衆電話から通報。バスが乗っ取られました。犯人は大きな包丁を持ってます。事件が明るみになり、警察車両によるバスの追尾が始まった。そして俺は車内の異変に気づいた。なんと一箇所窓が開いているのだ。なんとそこに座っていた女が一人いない。窓を開けて脱出したか。俺の怒りは頂点に達した。だー、逃げるなと言ったよな。俺はためらいなくその近くにいた年配の女を粛清した。ないから悪い。その後今度は後方に座っていた50歳くらいの男が窓を開け外へ飛び降りた。くそー、3年は逃げやがった。残ったてめえらはただですまんねえぞ。
その後抵抗される危険性のある男4人を全員降車させた。妻も乗ってるんですが。黙れ、降りるな。男だけだ。夫婦であろうと女は降ろさない。この頃速報です。佐賀県内の17歳の少年が十数名を乗せたバスを乗っ取っています。俺のバスジャックはテレビで全国中継され、バスは警察車両やヘリに追われていた。夜になりバスは警察車両に包囲され、捜査員が俺を説得してきた。俺の復讐はまだ終わっていない。頼む、負傷者だけ降ろしてやってくれ。差し入れを持ってくるという交換条件で負傷者を降車させた。もう死にかけていたがな。その時だった。俺の両親の姿が視界に入った。息子を説得する自信がありません。母は捜査員の横で泣き崩れていた。何しに来たんだ、帰れ。そのまま日付が変わった。そして午前5時、機動隊員だと睨み合う中、俺が一瞬人質から離れたその時だった。なんだ、バスの窓が割られ、車内に何かが投げ込まれた。煙とともに一斉に強行突入してきたのだ。まだ復讐の途中だ。俺は全力で抵抗した。動くな、こら。しかし大勢の機動隊に俺は力ずくで取り押さえられた。こうして俺の15時間半に及ぶ復讐劇は幕を下ろした。俺は乗客3人を切りつけ、うち1人は死亡した。ところでさ、俺は一体何に復讐していたんだっけ。